どうも、クライネット奏者ナウです。今日は雑談会にさせてください。最近ね、雑談会のアクセス解析見てると、演奏動画よりもアクセスがあるというね、非常に、一部の演奏動画はね、アホーナーとか、ジャパリパークは、伸びてるんで別なんですけど、それ以外は、雑談の方が伸びてるっていう現状で、皆さん何か、やっぱ興味深いものあるのかななんて思いながら、アクセス解析見てましたけど、少しでも今日もお役に立てればと思います。ということで、今日はね、何の話しようかなと思ってて、今日考えてたんですけれども、音色の話をしたいと思います。音色をどうすれば綺麗になるのかって話もさることながら、まず、音色って、どういう風なことになってるんだろうっていうお話からまずしていきたいと思いますね。クライネットの音色、非常に他の楽器と違う特徴があります。理論的なこと言うと、その倍音がどうのだの、なんか特殊なね、いろんな、なんかあるんでしょ？詳しくは音声学の先生から習ったことあるような気がしますけれども、要するに、倍音がすごく多く含まれてるから、すごく音色がね、他の楽器に比べて、オクターブキーとかレジスタキーを押すと、オクターブにならない楽器も、ね、クラリネットだけなもんで、そういう意味でもやっぱ楽器の構造は他の楽器とちょっと違うものなんですね。で、そんな知識はどうでもよくて、クラリネットの音色の特徴としては、同じ音程で全員が吹くと、非常に一人一人の音色が、そこまで綺麗でなくても全体的に綺麗に聞こえるっていう面白い特徴があります。吹奏楽の、ファースト、セカンド、サードを3人ずつ置くとか4人ずつ置くとか、少ないところだと2人だろうけれども、置くのはこれが理由です。そうするとサウンド力がアップするというか、いい音でクラリネットが響くから。で、これが証拠に全国レベルのクラリネットの高校生、中学生を一人ずつ並べても、さほど中学一般高校の生徒との実力差っていうのは、そこまでひどく離れてないです。もちろん上手だけれども、そのじゃあどれだけの差かっていうと、さほどの差ではない。それよりも強いのは、彼らはアンサンブル力ね、3人が1本になって、でその1本が、ファースト、セカンド、サードに分かれて、そのサードまでのがまた一体感を持って吹奏楽部を引っ張っていくっていう感じですよね。で、そうなんだけど、で1人の時のやっぱり音色を求められる時っていうのは、オーケストラだったりとか、木管五重奏だったりとか、あとソロ動画を上げたりとか、そういう時に求められるわけですが、あとソロで演奏するとかね、そういう時に求められるんですけれども、いかんせん日本は吹奏楽文化ですので、クラリネットを始めてる方のほとんどが吹奏楽で育ってしまう。これは別に問題ないと思うんですけれども、そうすると、アンサンブルとしての能力は高まるので、いいんです。それはそれで大事なことなんですけれども、一人一人が音色の研究とか、音とか、なんていうのかな、そういう研究とかおろそかになってしまう傾向があるんですね。なかなか一人で吹く機会もないし、パート練習もみんな一緒でしょ。で、そういう状態になってくると、いざ一人で吹こうって思ったりとか、いざじゃあ木管五重奏やろうとかいう時に、どうしてもね、あれ自分なんでこんなにうまく吹けないんだろうっていうジレンマに陥ってしまうので、それは当然のことだって皆さん把握しておいてくださいねっていうのが、まず一つ目のその前置きというか、音色の話の前置きですね。だからね、OK 出身の子とかがね、ソロ吹かせるとで非常にいい音色で吹いたりすることが多いんですよ。やっぱ鍛えられるというかね、周りから聞かれてるイメージが強いので、やっぱその辺はやっぱ他吹奏楽部出身者と違う特徴かななんて思います。ということで、まずその大前提話しましたけれども、で、音色っていうのは、どういう、なんていうのかな、条件で決まるかっていうと、息とリードとマウスピース、アンブシャ、ね、これで決まります。それ以外は、あと口の中の形かで決まるね。で、それ以外は特に影響はない。楽器服基本なんですよね。で、いい音色になる方法っていうのは、いくつか方法があります。一つはね、これなかなか難しいんですけど、レッスンとかつくとよく先生がやる手法なんですが、先生と一緒に同じフレーズを吹くということは、音色を良くしていくための一つのテクニック。
で、これなんでそうなるかというと、耳で先生の音を聞きながら自分が吹いてると、イメージがこう、音のイメージがちゃんと間近で聞こえてる音のイメージのまま、その音を出そうと体がイメージするんですよね。で、それによって、体がどうすればこの音が出るんだろうっていろいろ試行錯誤をしようとする。で、耳で聞いた音をそのまま口で出そうっていろいろ脳が働くんですね。それで、音色が、先生の音に近づいていくっていう点もあります。あとね、いい音が出るリードを選ぶっていうのも、一つの選択肢ですよね。いろんなリードあるんで、その良し悪しが。ただね、リードに頼ってしまって音色を作ってしまうと、その同じリードしか吹けなくなってしまうので、リード選びの時に非常に困るんですね。例えば10枚あって、当たりが1枚ないというか、自分の好みのリードが1枚しかないなんて時は、その1枚を探しにずっとリードを変え続けなきゃいけないっていう、まあコスト的にも辛いし、時間的手間もかかるし、リードは箱開けてすぐ吹けるもんじゃなくて育てなくちゃいけないもんなんで、そういう意味でもいろいろと手間がかかる。これ結構音耐性がね落ちることが多いですね。いいリードだけ一枚探してとかって、そのいいリードって実はなんてその人にとっていい音が出るリードってリード任せにしちゃってる部分があって、リードはあくまでリードで、ある程度の良さ良し悪しはあるんですけれども、そこまでその悪くないリードを自分がいい音出ないからって言って捨ててしまうことが多いんでね。そこはまたちょっとリードに頼りすぎるのもまた NG なんですね。これはそのちょっと上級者向けの話なんですけれども、ある程度上達してきて基礎力ができてきたら、リードはリードに合わせて楽器吹けるようにならないといけないんです。ある程度ね、自分のなんてキャパシティ、リードに対してここまでのキャパのものを吹けるようにしとく、同じ硬さでね。これって何かっていうと、そのリードの形状とか癖とかそういうものが、これリードがこれくらいの幅の 10枚がこれだとしたら、これくらいの幅のね、すごく抽象的な話じゃない。これわかんのかな。で、そういうの履けるようにしとかなくちゃいけないんで、リードに音色を求めるっていうのは、ちょっときついしのかな。で、正直一番ね、大事なのは息ですね。息と口の中。アムシャーも大事なんですけど、アムシャーできてると仮定します。で、口の中の、開け方。ね、開け方によって音色が変わります。これで、自分は演奏動画で音色を使い分けたりとかしてます。で、息のスピードでも変わるんですけれども、息のスピードの概念ってやっぱり個々の感覚値のものが大きいので、息のスピード早く吹いてる、遅く吹いてるとかね。大体みんな同じだけれども、その人によって違うから、それは、ね、音色に影響する人としない人もいるので、それよりも何よりも口の中の形、を少し開けると丸い音がするし、ちょっと締め目にすると硬い音がするし、そういう感じで使い分けてますね。で、問題なのは難しいのは、口の中の形を変えてしまうと音程に影響があるんですよ。特に柔らかいリードを使ってると。で、その音程を維持するために、そのさっきの話じゃないけど、息のスピードだったりとか、口の、よくこれはダメだって言われるんだけど、噛み方とかね、を調整するんですよね。だからそういうところをいろいろね、自分の中でいろいろ実験してみると面白いですよ。音色の実験というか、こうするとどういう音出るんだとか、こうするとこういう音出るんだっていうのをいろいろ試してみて、自分の好きなところを狙っていくっていうのは、いい音色を作るポイントなのかなって思います。で、よくね、音程が下がるから口を閉める話ちょっとあったので、今出たので自分で出たんだしたんだけど、口を閉めるじゃないですか。あれってなんでかっていうと、音程を上げるためには息のスピードが必要なんですよ。で、息のスピードを上げるために、同じ圧力でしか吹けない人は噛んじゃうんですよね。噛むことによって息のスピードを上げてる。で、息のスピードだけ単純に上げて、細くプギって吹くと、ちゃんと音程上がっていくんで、そういう練習もしていくといいかな、なんて思いますね。今思いました。音程低くなっちゃう人とかに。あと自分みたいにチートのラベル、伸びたり縮んだりするラベルなんて買ってみるといいのかな、なんて思いますけれども。
はい、ということで音色の話をベラベラ喋りましたけど、少しは参考になっていただけたでしょうか。あまり参考になってないような気もするけど、で、そのね、音色の話ほどやっぱりその個々の事情に左右されるので、リードも違えばマウスピースも違うし、楽器も皆さん違うと思うんで、で、一番今一番自分が好きな音をイメージして、そのロングトーンでしっかりと吹いていくということと、口の中の形と息をコントロールして自分で自分が好きになりそうな音色を見つけていくということと、基礎練習しっかりロングトーンスケールやっていく、まあスケール関係ないけど今日はロングトーンしっかりと毎日続けていくということが、音色、良い音色をね作る近道だと思います。あと、まあリードですね。リードをある程度吹きやすい、リードを吹きやすくて、リードミスが少ないようなリードを選んでいくっていうところをやっていけば、まあおそらく間違いないかなと思います。リードに音色を求めすぎてはいけませんが、全く求めないと大変なことになってしまうので、まあ、その辺のさじ加減はある程度ね、自分で感覚をつかみつつ考えていけばいいのかななんて思います。ということで雑談をさせていただきました。まあすごく今日はなんかこうつかみどころない話みたいで申し訳なかったんですけれども、また雑談で何か皆さんのお役に立てるようなことを喋っていきたいと思うので、これからもよろしくお願いします。では明日からまた演奏動画上げていきますので、よろしくお願いします。では失礼します。